皆さんロシアで今何が起きているのか、それなりにね皆さん見聞きしてらっしゃると思いますけども、この段階でだって翌日ですよ、部分導入と。でも拘束者に令状を渡したって、これ先週ね速報でこの番組のやりましたけども、部分動員するって言ってもう全国各地でデモが起きたわけですね。たくさん逮捕されたわけですよ。よりによってその人たちに招集令状を手渡したってわけですから、だって一番ね、日本でデモするのは何のリスクもないです。ロシアでデモをするってものすごい危険ですよ。もう速攻逮捕されてもおかしくないわけですから。だからね、いても立ってもいられなくなって、部分動員冗談じゃないぞって言ってね、もう絶対嫌だっていうね、拒絶する人たちが街中に出てデモをしたら逮捕されました。で収容されて招集令状を渡すわけです。嫌味ですよね。だって絶対絶対その人たち一つも役に立たないことぐらい分かってますよね。だってもうデモしちゃうぐらい嫌気がさしてる人たちですよ。リスクを犯してまで破って捨てちゃったら懲役18年らしいですからね。やばくないですか。絶対その人たち何の役にも立たないの分かってるのに、すごい嫌味ですよね。すごい意地悪ですよね。だからデモをしたことに対する罰が戦場に行けですからね。戦場に行けがもう刑罰になってるってことですよ。これね、矛盾してるんですよ。戦場に行かせることがもう刑罰になってる。もう整合性が取れてないんです。国土を守るためにね、部分動員をするんだ、ロシア国民が一致団結したらね領土が守れるっていう、そういう大義名分があったはずなのに、もう事実上のね懲役として戦場に連れてっちゃうわけですから、もう整合性取れてない、あべこべですよ。刑罰です。ロシアンルーレットですよ。マジでやばい。プーチンがやることって本当野蛮ですよね。いやー本当に野蛮ですね。地獄だね。本当ひどいね。